今日の自分にグッパンチ、イヤホンヘッドホン専門店イヤホン PR スタッフの谷美久と浜ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はですね、音楽をかっこよく鳴らしてくれるイヤホンに出会いたくないですか。はい、ということで今回からですね、 PR スタッフがそれぞれ音楽ジャンル別にイヤホンをご紹介していこうって思います。ありがたい、はい、教えてほしい。今回はまず私からご紹介していこうと思います。教えてもらおうじゃないの。ジャンルはですね、 J-POP。 J-POP、はい、また広いジャンルを話しますね。何のアーティストとかっていうのは決まってるんですか。うん、はい、まあ、一応参考にしたアーティストはですね、はい、椎名林檎さん、お女王と YOASOBI。 今の売れ筋とオフィシャルヒゲダンディズム、グッバイ絞り出しちゃった。ありがとうございます。パッと出へんな。この3アーティストで、うん、まあ、なんでかっていうところは、まあ、J-POP ってすごいやっぱ広いじゃないですか。 J-POP も広いよ。で、うん、もうそう、基準が誰が J-POP なのか分かんないっていうことで、うん、X で皆さんに募って、うんうん、なんか J-POP っていえば誰ですかみたいなんで、椎名林檎さん私はもともと好きで、うん、よく聴いてるっていうのと、去年ね、アイドルで大バズりした YOASOBI。 もう知らない中学生いないんじゃないですか、うん、いやもう国民的にもいない ね、レベルなのと、まあ、こちらもヒットチャート常連のね、あのグッバイがやっぱ印象強いですけど、はい、オフィシャルヒゲダンディズムは男性アーティストで選ばせてもらいました。もうその曲流れて、その曲のそのパートだけグッバイってちょっと言っちゃうんですよねわかります。みんな口ずさんでしまうほどね、うん、だもう頭にこびりついてる J-POP アーティストと、ね、いうことで、まあ、そのアーティストを参考にさせてもらいましたんで、はい、ご紹介していきたいと思います。まず1機種目、はい、エントリー機種のご紹介ということなんですけども、はい、エントリー機種は何でしょうか。ハイユニット HSEA5000PNF、 こちらは有線ピアホン4ですね。お値段が6380円です。こちらはね、凛としてしぐれのドラマのピエール中野さんと、まあ、国内一と言っていいほどの有名イヤモニメーカーフィットイヤーのコラボイヤホンですね。何故にこのイヤホンがこのジャンルに合うのかということをちょっと語っていただきましょうか。はい、もうこのイヤホンは、まあ、結構こうピアノシリーズ一貫してあるんですけど、低音に迫力があってるので、まあ、リズムっていうところがすごい感じやすい、うんうん、であと、まあ、ボーカルの部分、声の部分が結構近く聞こえるっていうところで、まあ、歌物のポップスっていうところにすごく合うかなって思いました。まあ、結構こう低域も出てるんですけど、まあ、タイトでこうクールな感じの低音が、まあ、ボーカルの邪魔することなくかっこよく聞けるんで、まあ、ポップスだと結構こうジャンルが多いじゃないですか、音楽的な、うん、どんな音っていうところでもこう刺さりにくく、こうバランスよく乗りながら聴けるっていうようなイヤホンかなと思って選びました。いろんな有線イヤホンがある中でも結構万能感が強い、うん、あの有線ピアホン4ですけど、うん、まあ、そのイヤホンでその、うん、まあ、いろいろ楽曲聴く時のポイントみたいな、ちょっと具体的に曲と合わせて言ってもらえると分かりやすいかなと、はい、そうですね、まあ、J-POP さっき私椎名林檎さんが好きって言ったんですけど、うん、まあ、椎名林檎さんでいうとこう幸福論みたいなこう、うん、バンドサウンドなんですけど、そういう曲のがすごい映えるなって思いました。イントロが結構ドラムのリズムだけで、 A メロではこう結構ベースが動いてきて、で徐々にこうギターへこうキラキラした感じが入ってくるっていうような感じなんですけど、まあ、それぞれのこう楽器の魅力っていうところがこう一音一音こう伝わってくる、メリハリよく聞こえるっていうところで、まあ、さっきも言ったんですけど、なのにこうボーカルがこう邪魔されない、全部がこう主役っていうところですごいこう楽しく聴ける、こうバンドのこうグルーヴ感っていうのがすごく感じ取りやすいなって思いました。まあ、そのバンドサウンド以外にも、まあ、椎名林檎さんだと結構なんか、ね、雰囲気のある曲とかも多いんですけど、うんうん、まあ、特に私好きなイロハニホヘトっていう曲があるんですけど、いろんな楽器が混ざったような楽曲でも、その一音一音メリハリよく聞こえるっていうところで、こうぼやっとしない、うんうん、なるほど、すっきりこう聞こえるっていうところは、こうやっぱりこうフィットイヤーというイヤモニとのコラボっていう強みも出てるんじゃないかなって思います。バランスの良さみたいなものが、うん、この価格でってところがいいですね。そうなんですよ、6000円っていうところでね。いや、まさになんかもうおっしゃる通り、うん、なんか結構 J-POP に向いてると言われたら、うん、あ、確かにそうかもっていう気がしてきましたね気がしてきた、うん、よかったですなんでね、椎名林檎さんのこう艶やかな感じとこうロックな部分っていうのがすごい相性が良かったって思います。2機種目はですね、もうちょっと予算出せるよっていうお客様に向けたミドル
はい、クラスのイヤホンのおすすめをお願いします。はい、バイナリーアコースティックスのショパンです。イヤホンウェブ価格で3,500円です。こちらはですね、バイナリーアコースティックスと人気レビュアーであるギザオーディオとのコラボ製品ということで、まあ、3BA1 ダイナミックドライバーのハイブリッド構成のイヤホンです、うん、これ僕はあの YouTube でもご紹介してるんですけども、ね、うん、何故にこれを選んだのかちょっとお伺いしたい、うん、こちらも結構ボーカルは近めでこう刺さりもないっていうところなのに、こうきらびやかなこう中高域っていうところで結構こう女性ボーカルとかが入るかなって思いました。分かる、女性ボーカルって感じのイヤホンしてもね、めっちゃ綺麗ですよね、うん、鳴らし方みたいなのが全体的にこうすごく細やかで、なのにこう重厚感みたいなのも感じられるって、こうポップス聞くのにすごく、まあ、いいっていうかこう満足度が高い。なるほど、その言い方めっちゃ合ってますね。満足度高いですね。そう、満足できるような感じ。じゃあこのイヤホンで聞く時の、うん、まあ、楽曲合わせてこういうとこ聞いていこうっていうとこ教えてもらいたい、うん、まあね、去年大バズりしたアイドルですよね。わあ、絶対的なんだもんそう、アイドル特にこうなんかアイドルって曲なだけあって、こう B メロでこうなんかちょっとオタクとの掛け合いみたいな、 ありますね、おいみたいな、イエーイみたいな、あ、そう、なんかちょっと語弊があるんで言えないですけど自分もこう入り込みたくなるような感じの、うん、掛け声ね、そう、うん、なんかそういうとこって結構やっぱこうリズム感って大切だと思うんですけど、はい、このイヤホン結構定期のアタック感みたいなのもしっかりあるので、打ち込み系のこのリズムもこう迫力あって没入しやすいかなって思います。でその上に YOASOBI のいくらさんのこう透明感のあるボーカルっていうところがスーッとこう何ですかね、耳に馴染んでくるみたいな感じで、なんかすごいそのリズムの分かりやすさとボーカルのこう馴染んでくる感じっていうのがすごく良かったのと、またちょっと全然違うようなジャンルで言うとバラードの曲でアンコールっていう曲が YOASOBI の私好きなんですけど、まあ、その曲とかを聞くと歌っていうより歌詞がスーッて入ってくるような聞こえ方するっていうところがめちゃくちゃいいなって思いました。なんかこう自然で繊細っていうようなサウンドですね、このイヤホン。ショパンってすごいそのボーカリストを描き出すことにすごい向いてる感じしますよね、うん、いや、そうなんですよね。でもこう音も置き去りにしないみたいな、なんか満足度とかの話になって、うん、なんかすごいなんか、あー、なるほどーって、これレビューしたのになんかなるほどって思ってしまってるっていうのはそう、なかなかいい組み合わせですね。めちゃめちゃ YOASOBI ぜひ聞いてください。感服いたしました。はい、ぜひね、あの詳しく知りたい人は浜田さんのレビューもお願いします。というわけで、いやいやいや、もうもっとええのん出してくださいと、お金なら用意します、はい、といったお客様に向けたハイエンド A ランクのイヤホンご紹介していただきましょう。お願いします、はい、QDC ホワイトサイガー。あら、お高いんじゃないですか。はい、お値段が178,200円です。いえいえいえい。何故に、このイヤホンを選択したのかお伺いしたい。はい、もうね、明瞭感があってすごく明るいサウンドなので、もうやっぱポップス向きっていう感じ感じがめちゃくちゃします。空間表現とかもすごく上手な上に、ボーカルもこう生々しい感じで臨場感あって聞こえるので、ライブ感っていうか荒々しいこうライブのウェイって感じじゃなくって、ライブで一番いい席を用意されて聞き込むみたいなイヤホンだなって思います。すごい音場が分かりやすいんで、元気系の曲からバラード系まで割ともうポップスやったらどんなジャンルでも聞き入れられるんじゃないかなって思います。特にそのコメントの中で素晴らしいなと思ったのは、あのライブで聞いてるようなじゃなくて、うん、ライブで一番いい席で聞いてるようなっていうところなんですよ。下手しいライブよりいい場合も17万ですからねそうこのイヤホンで聞くその楽曲のポイントをお伺いしたい、はい、オフィシャルヒゲダンディズムさんでいうともうプレテンダーみたいなね、グッバイまあこうバラードまではいかないかもしれないですけど、こう歌詞をねこう聞かせるみたいな、こう曲での没入感がめちゃくちゃすごいですね。声のこの表現がすごく生々しいので、プレテンダーの歌詞に入り込みたいっていう人はぜひ聞いてください。泣いちゃう。もう俺ちょっと思い出して泣いちゃってるからそうです。なんでね、あのそう入り込みたいなっていう時はぜひ聞いてほしい、うん、ですけど、うん、結構私あのヒゲダンの曲だとノーダウトみたいな結構ポップな、はい、リズムが乗りやすいような曲も好きなんですけど、まあ、そういう曲でもこう音場
っていうのがすごい分かりやすいので、こう一つ一つのこう楽器とかがこうスッと入ってくる上に なんかこう乗っちゃってるみたいなような、楽器が多いような音数もぐちゃぐちゃせずに聞き取れるっていうところがアップテンポな楽曲とかにも合うなって思いましたね。手数とか音数とかが増えてくると、うん、その分やっぱりそのイヤホンの性能差みたいなんて如実に現れてくる部分かと思うんですよね、うん、なので特にテンポの速い楽曲とか、うん、その仕掛けの多い楽曲とこういったその解像度がむちゃむちゃ高いイヤホンと組み合わせると、うんうん、そういう仕掛けがそんなところからみたいな感じのね体感ができるので、うん、これあのライブやとあのもう一回というのは難しいですけど、これイヤホンやともう一回何度でもライブですから、もう一回やけるっていうところがあるのでまあちょっとね、はい、別の楽しみ方もできるのかなっていうふうに思えるような、ね、はい、特等席をねゲットしていただければと思います。以上 J-POP におすすめのイヤホンのご紹介でした。 J-POP といえばやっぱりこう日本語、日本語、はい、J ですからね、はい、歌っていうところなんですけど、ボーカル重視って感じでは今回選んだやつではなくて、うんうん、特にこう最近ではこう打ち込みの楽曲だったりっていうのも J-POP には多くなってきて、割と歌も感じられつつ乗れるっていうかリズム感も分かりやすいようなイヤホンを今回ご紹介したので、日本語のわびさびを感じつつ体でリズムをとって楽しめるみたいな音楽を楽しみたいっていう人はぜひ参考にしてみてもらえればなと思いました。あとイヤホンでもね、今回ご紹介した製品は全てご視聴できるのでぜひ聞いてみてください。お相手は浜ちゃんと谷美久でした。またねー、またねー。